皆様こんにちは。足立音圏ドラム義塾塾長の今成です。スティーブ・ガッドさんのこのガッティメンツ、ご紹介する動画、今日は4ページ目の2段目から。長い手順なんですが、ルールとしてはすごくシンプルです。前回ご紹介した1、フラムタップを3拍プラスフラムパラディドル1拍、これができるようにさえなっていればずらしてやるってだけのルールではあるんですが、この前回もご紹介したフラムタップとフラムパラディドルっていうのは、フラムの次に来る手順が逆だっていう、これがすごく引っかかるんです。で、どのようなやり方をガッドさんがしているかっていうと、2のこの頭の部分は1音弱音を足して2打目からフラムタップが始まるように作ってあります。ってことは、要するに1個遅れで全部始まっているんです。で、フラムタップはいいじゃないですか。まあ同じ手順でひっくり返って聞こえるんたら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 ってなるだけなんですけど、フラムパラディドルが難しくって、これディレードパラディドルのフラム版、フラムディレードパラディドルって言ったらいいですかね。2個目にアクセントが来る形、まあ1個ずれてるんで当然なんですけど、っていうのがこの2、3段目のエクササイズです。ちょっとやってみます。っていう手順です。トラッタ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 、全部ひっくり返ってるんで裏にアクセントが来ちゃってるのが、まずメトロノームに合わせにくいですよね。ただエクササイズとしてはより上等上級なので、できるようになっていた方がいいのは確かなんですが、単純にそれだけでもまず難しいと思います。ずれていったのはいいが、ガッドさんの表記でですね、2小節目から3小節目にまたがって下にこうカッコがついてるところがあるんですが、これ何なのっていう方がたまにいらっしゃるんですけど、ここです。これはこっから始まってるパラディドルだよ、見たらわかるじゃん、ここパラディドルだよってことをおっしゃってるんですが、こっから始まるパラディドルって認識で叩くのは難しいですよね。ずれて頭を感じちゃうので、なのでディレードフラムパラディドル、タットルタッタタットルタッタっていう風に認識した方がやりやすいと思います。この場合で言うと、右スタートのフラムディレードパラディドルなんです、この1小節目の4拍目は。で、同様にここはひっくり返しの4拍目も、ディレードフラムパラディドルということで、4拍目それぞれでディレードを入れることによって手順をひっくり返して、最後はフラムフラムでダラダンで解決するというような感じで作られています。3段目がこれめんどくさくてですね、2段目の終わりから3段目にかけて何が起きてるかっていうと、これ同じようにフラムパラディドルから始めてるんです。フラムパラディドルから始めてるんですけども、1音前に繰り出してる。つまり4個目の16番音符、トラッタッタッタッって始めてるんですよ。引っ掛けて1個前に音を出してから始めていると。これがめんどくさいですね。で、ここから4個目に常にアクセントが来るようにこの2拍はなるんですが、これはつまり、インワードフラムパラディドルってことです。タッ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 。なので、ガッドさん親切にここにカッコつけてくれて、4個目から始まってこうまたがってパラディドルじゃんって書いてはくれてるんですが、この認識で練習するのは難しいです。頭がずれて感じちゃうので、だったら素直に、インワードパラディドルのフラム1、インワードフラムパラディドルで練習した方が楽だと思うんです。だから最初が1個前にこれ1 and 2 and 3 and 4 and だで始まります。1 and 2 and 3 and 4 and で始まります。そう思って練習していただければ、あとはフラムタップもひっくり返ってやってるだけなんです、その次出てくるのは。で、めんどくさいのが、やっぱり3段目の3拍目から4拍目にかけてが、これフラムパラディドルの形なんですけれど、その前とまた
冒頭に申し上げたフラムタフとフランパラディドルは2打目のルールが違うよっていうのが影響してきて、ここで手順がめんどくさくなるんです。ここがちょっとややこしいんですが、さっきご説明した通り、ここは逆転になるんだよ。フラムタップの領域からフラムパラディドルの領域に入るので、次の音っていうのがひっくり返るんだよっていうのを念頭に置いていただくと、この3段目4段目もスムーズに理解できるかなと思います。このようなルール説明で今回お送りしました。ぜひチャレンジしてみてください。